福岡県の春日神社に古くから伝わる伝統行事、春日の向こう市。去年結婚したばかりの婿を締め込み姿の男たちが手荒く祝福する、全国でも珍しい祭りです。福岡県春日市に鎮座する春日神社、その始まりは後の天智天皇となる中大兄皇子がこの地に雨の小屋根の御事を祀ったことに由来すると伝わっています。やがて768年太宰第二であった藤原玉露が故郷である大和の国、現在の奈良の春日大社から竹三日槌の御事をはじめ御柱の神を迎え社殿を創建しました。この神社に伝わる伝統行事が成人の日の前日に行われる春日の向こう市です。去年結婚したばかりの夫婦が儀式の主役です。氏子の長老たちが一堂に会した宿で花婿の挨拶、花婿と花婿抱きの杯などの一連の宿の行事が行われ、新婚夫婦のお披露目と門出を祝います。祭りの起源には諸説あり定かではありませんが、1995年には国指定の重要無形民俗文化財に指定されています。宿の行事が終わると花婿を含む氏子たちが一斉に締め込み姿になり、神宮の前でお祓いを受けます。青年団長が樽の中に入った三合三尺、およそ 0.6 リットルのおみきを一気に飲み干します。続いて祭りのクライマックス、三池での樽競りです。およそ50人の男たちが勇壮に水しぶきを上げ三木樽を割ります。樽の木片は開運を呼ぶとされ、割られた樽の一片を手にした人がこれを神棚に備え五穀豊穣と開運を祈願します。樽競りが終わると春日川へ押し追い取りに行き、その帰る足で一斉に拝殿に駆け上がって参拝します。花婿を中心に拝殿の中で揉み合う拝殿揉み、幼児が揉まれると健康に育つと言われています。最後に鳥居前に移動して若水祝いが行われます。花婿を囲み一同が手拭いを花婿の頭上にかぶせ祝い歌を歌います。若水が勢いよくかけられた後、サギッチョの周りで手打ちをして終了となります。
春日の向こうし、年始めに行われる水祝いの習俗を残す西日本の数少ないお祭りです。先兆方運んで手締めをして祭りは終わり。